吉田さんあの現金じゃなくてもお歳暮とかお中元とかあと時期のものがねいきなり送られてくることってもう珍しくなくなってきて本当にに何か色々いろいろだくんですけども一つ一つねもうお返しをすることができなくなっちゃったんでお返ししないことにしたんですよ。その代わりメールを送ったりたまにね動画でいただきました動画をやるっていうことをしてますけども。 やっぱりねそういった自分のプレゼントが動画に反映されたくって送るっていうのもあったりあとまっか自に入らせてもらって自分は活動あんまりしてないけどもでもいつも情報発信していただけてるおかげでたまに開いたら「あ今日もやってる」みたいな感じでねその週に1回とか月に1回しか見ないんだけどもでも次の自分が YouTube を開く時でもきっと久保さんはやってるだろうっていう安心感安定感に贈り物してくださるって方もいたりねやっぱりこう様々やってみて見えることっていうのは結構多くってそれが100本200本300本で分かることって何も起きないってことなんですよねでも1000本2000本と続けていくといろんなことが起きるっていうことが分かっていくんですよ。まあ、ですんであんまり手数を出してない時に分かったことで分かったと思わずにまだ手数を出してない 領域までやってみるるるととと見えるものがあるというところにまさにポストに現金が入っていたみたいなことっていうのは私は何回も経験してましたけどもいやでもそういうことが本当に起きるでしょやってるとねいやこれからもね続けていたからこそ私たちが体験できる都市伝説に挑戦したいと思いますよね 今までは YouTube ってのはなかったんでこういう体験する人がもちろんいなかったんですけども今はね YouTube ってものがあってそれを続けることによって人類が経験したことのないようなミラクルに出会うことって結構あると思うんですよ信じるか信じないかはあなた次第です